ああ、僕もこの光景を目の当たりにした時は君と同じような顔になったよ。でも見間違いじゃない。死んだのはあの名だたる歌手のロビンだ。一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。信じられないならハウンド家の人間に聞いてみるといい。彼らは僕やカンパニーのことを嫌ってるから、絶対に嘘は言わないよ。ここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは記憶の一部、最も単純な光塩水の表現技術だ。ガーデン・オブ・リコレクションの承認を受け、カンパニーが所有しているね。ここまで来ても君はあの巡回レンジャーが無関係だと思うかい？ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では全ての人の安全を保証する。危険に遭遇した人がいたら強制的に目覚めさせて現実世界に戻れるようにするってね。彼らはどうしてそんな約束ができるのか。それはその約束の裏に調和の庇護があるからだ。ファミリーのドリームメーカーたちは思考を一つにつなぎ合わせ、破られることのない堅固な防衛線を築いてる。その防衛線を突破して無境の中で死を作り出すなんて、ファミリーの許可がなければメモキーパーですら不可能だ。じゃあ誰ならできるのか。そんなの彼女しかいない。あの巡回レンジャーを自称する女性、他人になりすました招かれざる客、アフリートが死んだのは間違いないだろうし、ロビンの彼女の惨状も見ての通りだ。さて次の犠牲者になるのは誰かな。大丈夫、君は自分で判断すればいい。信頼を築くには時間がかかるからね。僕は喜んで待とう。ただ君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらをめぐり、今ピノコニーでは水面下で妙な動きがあって、誰もがよからぬことを考えているってことを。くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったら、ヨミとは確実に距離を置く。何しろ影に隠れた怪物に比べれば、表に出ている計略の方がよっぽどマシだからね。でも表に出ている計略の裏にさらに深い陰謀がないなんて、誰が。メモキーパー、僕たちの取引はとっくに終わっていると思うけど。アベンチュリンさんの言っていることは事実で、この記憶も真実。歪曲や付け足しは一切ないわ。カンパニーはガーデンと違って記憶にできることはかなり限られてるからね。それについては君もよく分かっているはずだ。マイフレンド、回りくどい話はやめて単刀直入に言おう。僕は個人的に請求列車と協力したい。前から言っているように、僕は遺産の争奪戦には興味がない。ピノコニーに来たのはあくまで仕事のため。僕はカンパニーのために失われた財産を取り戻したいんだ。わかるだろ。つまり辺境の監獄の所有権さ。挽回のガンのおかげでこいつはすっかり不良債権になっちゃってね。
カンパニーは何度も交渉しようとしたんだけど、ファミリーは取り付く島もなかった。あの連中は君が想像してるより手強い。今まで死の存在を隠蔽できてたんだから、今回だってきっとロビンの死を隠し通してみせるだろう。このまま静かに泡となって消え、最後まで誰にも知られることがない。そんなの不公平だろ。だからマイフレンド、君の助けが必要なんだ。大丈夫、無理強いするつもりはないからね。それに僕が求めてるものは決して多くはない。まずは僕の話を最後まで聞いてくれないか。僕の目標は一つだけだ。ファミリーは高い壁に覆われている。それを崩そうとするなら先にいくつかのほころびを作らなくちゃいけない。ほころびが生じればカンパニーにも取れる手段がある。今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにできれば、死者に安らぎを与えられるだけじゃなく、交渉のチップも手に入ってファミリーをテーブルにつかせられる。僕がピノコニーの各地で調査を行い、幅広く交流してきたのはこの瞬間のためなんだよ。この悪い知らせはファミリーにとってとても不利なものだから、きっと外部の人間、特にカンパニーの介入を全力で阻止しようとしてくるだろう。でもきっといくつかの派閥は例外になる。それこそが君たちを必要とする理由だよ。請求列車の名声は広く轟いているから、調和も君たちには公正な評価を与えるはずだ。君たちは真相を明らかにして正義を貫ける。僕はカンパニーの仕事を全うできる。これぞウィンウィンってやつさ。急いで答えを出す必要はないよ。一旦仲間のところに戻って彼らと相談してみるといい。あのナビゲーターのお姉さんは聡明だから、きっとこの取引の価値を分かってくれるはずだ。はい、僕の連絡先を渡しておくから、結論が出たら教えてくれ。ああ、それからこれも持って行って。調査を進めるにはどうしたって資金が必要になるだろう。ほら、遠慮しないで受け取ってくれ。じゃあまたね。君たちと一緒に死の真相を明らかにできることを心から楽しみにしているよ。アベンチュリン、言うだけ言って行っちゃった。確かに無理強いする気はないみたいだけど、なんか引っかかる。この後はどうするつもりなの？ブラックスワンはどう思ってるんだろう。表面的にはこの取引はあなたにデメリットはないように見える。でもアベンチュリンさんは賢い商人だから、そんな単純な腹積もりではないでしょうね。彼はまだホタルさんのことを知らない。でもあなたの反応から何か感じ取ったのか、あえて話題を死の真相に誘導してあなたを彼の論理に巻き込もうとした。反応が早く、思考も論理的。あの人と組むのは危険だと言わざるを得ないわ。今の状況を考えると確かにそうね。でも長い目で見たらどうかしら。いずれにしても慎重に動きましょう。開拓の道は一つだけじゃないわ。暗い森の中で狼の群れに囲まれた時はまず自分が逃げられるようにすることが大事なの。他の問題については、ごく短い時間に相次いで二人の犠牲者が出た。そのこと自体が異常すぎるわ。考えられる可能性は二つ。一つは
ピノコニーの無境の崩壊が少しずつ加速していて、それが死を異常なまでに活性化させ、ファミリーの保護も脆くなり始めているという可能性。もう一つは、全ての行動が何者かの計画によるものだという可能性よ。仮に誰かが意図的に最初に密航者を、次にファミリーのスターを狙ったのだとしたら、犯人は相当用意周到な人物なのでしょうね。悪いけど、その質問には答えられないわ。あのレンジャーはあまりにも謎めいているから、誰も結論なんて出せないんじゃないかしら。でも間違いなく、彼女はこの宴で最も特別な客人でしょうね。さっきアベンチュリンさんが言ったように、彼女と距離を置くに越したことはないわ。何もかもが突然すぎて、私も推測することしかできないの。ここを出たらちゃんと仲間と話した方がいいわ。あなたたちが混乱した思考の源を明らかにできるといいのだけど。さあ、こっちに来て。短い道のりだけど、はぐれないようにね。ここから出られるわ。私たちもお別れの時間ね。まるで全てが悪夢みたい。残念だけど、記憶は嘘をつかないの。私たちがさっき目にしたことは、全て実際に起こった現実よ。目が覚めたからといって頭の中から消えることはないわ。でも怖がることもない。ただ心の選択に従えばいいの。私たちはそうやって世界を渡り歩き、様々な影を残して、最後には大切な思い出を残してきたんだもの。ああ、ちょっと待って。はい。これは私からのささやかな選別よ。いつか、あなたが記憶域の深海に飲まれ、運悪くメモキーパーの助けも得られなかったとしたら、それが、私の代わりに道を示してくれるわ。私も義理や人情は大切にしているの。あなたに隠し事をしていたお詫びだと思ってちょうだい。まだあの巡回レンジャーに関することで片付けないといけないことがあるの。だからここでお別れしましょう。次に会うとき、あなたがどんな面白い記憶を持ってくるのか、楽しみにしているわ。